こんにちは、山根さん。メッセージありがとうございます。アビリエさんね、海老名のアビリエさんとつながっていただきましたね。本当にメッセージをどんどん送ってみてください。やっぱりね、一人でやると気づかないこととか、一人でやっちゃうと、こう、火が消えちゃうものもですね、こう、なんか一人でも多くの方と関わりながらやったら、ちょっと勇気が出たり、アイデアが出たりね、協力して、そうだね、対談ライブやってみようかね、みたいなことも起きてきて、やっぱりね、この、せっかく速稼塾というもので固まってますんで、お金を稼ぐだけではなくって、やっぱりね、人とのご縁も、ご縁ですね、お金の縁ではないけども、人の縁、こういうものも稼いでいけるんではないかなと思うんですよ。で、できればね、家族ぐるみで、ほら、アベリエさんなんて、娘さんとかがね、私のことを、行くたびに師匠、師匠って呼ぶんですよ。まあそういった形で、家族で YouTube をお互いね、まあ僕のだけじゃなくていいんですよ。山根さんの動画を親子で見るみたいな、育子さんみたいな例もありますしね、そういうふうな関わり方で、本当家族ぐるみですよ。もうこの私の YouTube を見てるのは一人で見てもいいんですけども、いや、こんな面白い YouTube があるよってことで、その周りの人に見してね。で、私抜きでももっともっとね、盛り上がれるような、そんな YouTube の空間を作っていただければ、あ、本当に部活みたいになっていいんじゃないかなと思います。で、今日はですね、ちょっといろいろと山根さんに、ちょっとお見せしたいものがあるんですね。私のこれね、趣味の部屋なんですよ。まあ家中趣味なんですけど、こう麻雀があるんですよね。私、全自動麻雀卓も持ってまして、まあお店もやってたんであれですけどもね。それからこれは何かと言いますと、これプレイステーションなんですよ。プレステの、なんか VR。プレイステーション VR ね、買ったんですけど、1年ほど前に1回もやったことがないというね、すごいもったいないんですけど、買ったんだけどどうしようって感じですよね。それとかね、こちらの方には宇宙戦艦ヤマトのこう艦長の服がぶら下がってましてね、ここには山根さんじゃないですけどもね、私もこのメガネスのコピーをやってた時のキング V があります。今ではね、グローバージャクションも潰れちゃいましたけども、時代は変わりますよね。で、西アクラレンジャーじゃないんですけども、私もね、ちょっとね、まあ男の子なんですよね、いつまでたってもこう、モデルガンを買ったことがありまして、このモデルガンっていうのがこうすごくリアルなんですよ。まあ私も戦争とかね、人殺しが好きなわけじゃないんですけども、なんかこうスパイになった気持ちでね、こういったものを持ってみたいなっていう。で、薬莢に玉があってですね、どうやってやるんだろう、こういうふうにね、玉をここに込めるんですよね。こういうのが結構楽しいんですよ。こう、まあ女の人にね、あんまりこういう殺伐としたの見せるのもあれなんですけども、で、こうね、こうやって、おおね、びっくりですね。モデルガンっていうのはこうね、こう、なんていうの、煙が出るんですよ。おお。で、薬莢がすっ飛ぶでしょ。びっくりしますよね。まあ、こういうのを、ちょっと、この、住宅街でやったらね、非常に迷惑でびっくりさせちゃうんですけども、山奥でね、こう、パンパンパンとやるのを、ちょっと私もね、スパイ映画とかを、一人だと難しいんですけど、撮ってみたいなと思いまして、一人でね、いろんな変装して、一人3役とか4役で、ショートムービーを3分とか5分の作ってみたいなとか思っちゃうんですよね。その小道具にもなるかなと。まあでも結構モデルガンって高いんですよね。1万円ぐらいするんですよ、モデルガン。このぐらいのになると。ほんで、ずしっと重かったりします。で、やっぱりこれすごくリアルなんで、これを車に積んでおいて、職務質問とか受けると、完全にね、持ってかれますね。危ないですね。はい、ということでね、今日の動画は山根さんがいろいろ取り組んでらっしゃるというのも私もね感じますし、私もね好きなんですよ、映画に出たりやったりするのね。山根さん面白いでしょ。ギターとか筋トレの動画もいいんですけども、なんかね、自分で企画して、自分でストーリー作って、自分で役者を作って、セリフをやってみたいなね、なりきっちゃいますよね。ぜひね、山根さんともなんかをやってみたいなと思うんですよね。なんか相棒みたいなドラマをちょっと作ってみるとか、まあなんかね、そういうのいいじゃないですか。ああいうのね、役者あって、なんか誰かが人質に取られて、こうずっこけながらね、ギャグみたいな、そんなドラマを YouTube でできたらいいなと思いますよね。まあこの際ですね、速稼塾 YouTube チームで
みんな出演する映画とか作れたら素敵だなと思うんですけどね。まあそういうことをいろいろ話し合うのももう本当にいいと思うんですよ。 YouTube をやる動機になりますから。で、今日の動画のまとめになりますけども、あの不思議なことにですね、お金を稼ごうと思って YouTube やるとやっぱりね、挫折が早いんですよ。なぜならお金を稼げるのはずっと後だからですよね。お金にならなくても YouTube やりたいなっていう動機を私はこうやってね、皆さんに言ってみればこうお与えすることができるかなと思うんですよ。お伝えすることができるかなと思うんですよ。まあそうなったらいつの間にか動画の本数が上がっていって、ファンの数が増えていって、結果的にあれ、なんか知んないけど広告収入入ってきたじゃんとかね、もしくは自分の YouTube を通じて、例えばね、ひろこさんのバランスボールにいっぱい人が集まったよってことで、誰かの役に立てるんじゃないかなと思うんですよ。もちろんですね、西アークラソンに人を呼ぶことも YouTube ならできると思いますんで、ぜひこれからね、西アークラソンとか、そこのレジャー施設とかね、いろんな名所をどんどん宣伝していってですね、西アークラソンに行ってみたいぞと、西アークラソンに行くんだったら私がプラン組みますよとかいうふうに山根さんがツアーコンダクターみたいなことをやるとね、面白いんじゃないかなと思いますけども、いかがでしょうか。ちょっと長く話しすぎましたね。これからもよろしくお願いします。そしてね、山根さん本当に良かったですね。私ね、山根さんだけではなくて、これからね、関西の玉木さんとかね、ミスターマイアミさんもそうですし、高級石焼き芋さんとか、もちろんイクコさんとかひろこさんもそうなんですけども、もうね、いろんな方がね、すいません、名前出なかった方もすいません、忘れたわけではないですよ。もう大分のね、松本さんとかもやってますしね。で、この前ね、ぶどうを山梨から送ってくださったんですよ。どなただったか、小林さん、はい、ぶどう農園を持たれてる方でね、小林哲也さんって方が送ってくださったんですけども、本当にね、私から見ると皆さんが生き生きと、そして必死にですね、いろんな矛盾を乗り越えながら生きていく、その姿そのものがドラマなんですよね。本当に皆さんを、ね、一人一人を特集したいような気がします。まあ、とりあえずは私はこうやって YouTube を作ってくださる方とか、それから私とね、対談ライブをしてくださる方を一人ずつ、スポットを当てて、こう一人ずつね、皆さんにお知らせしていくことができるかなと、お役に立てるかなと思いますので、これからも山根さんご協力いただければ幸いでございます。ありがとうございました。では動画公開してください。